同棲しようみたいな。ダメだダメだ、同棲にしか見えなくなってきた。寝る方お休み。いや、まあしたいんだがね、できることなら。え、別の部屋かな、鍵かかってるか。ちょ、かやに同棲依頼をしてみようかな、今度の休日。診察室、あ、こっついらっしゃい。理解いらっしゃい。ちょっと末期症状かもしれない。エレベーター現在は停止して動かない。こっち側じゃなかったかな、もっと調べるべきだったか、部屋の中を。それっぽいな、それっぽいな。もうそういうルート作っちゃえばいいと思うんですよね。こっちは別の塔だ、俺たちの担当じゃないな。じゃああれかな、結構狭い範囲でのお話かな、この作品は。1時間弱らしいので、なのでそんなに広い範囲を探索する感じのやつじゃないのかな的な。でも勢いでさ、カヤ連れてきたけど、カヤの力が必要なことって多分ないよな。おそらく。おそらくカヤじゃないよな、このパターンは。どの花を調べますか？ガーベラ。まあ、見ていこうか。ガーベラ。キク科ガーベラ族の総称。多年草。競技には、アフリカ千本槍をガーベラとすることがある。これ競技でいいのかな？南アフリカで発見されてからまだ100年ほどの新しい花。その花名は、ドイツの植物学者ガーバーの名前にちなんで、名付けられた。じゃあ俺が発見してたらあれですか、ジーバーになってたんですか、んジンベラわかんない、なってたのかな。発見者の名前がつくんですか。ここはいらっしゃい。ガーベラ全般の花言葉、希望、常に前進。ね、発見者の名前がつくんだったらジンベラじゃないですか。アザミ。アザミ。聞くか？アザミ族。およびそれに属、類する植物の総称。標準和名を単にアザミとする種はない。スコットランドの国家。葉は、深い切れ込みがあるものが多い。また、葉や、なんだこれ。これなんて読むんだっけ？草茎にトゲが多く、触るととても痛いものが多い。登場、果樹？読めないな。は、筒状、感情化のみで作られていて、難しい。多くの菊のように、周囲に花びら状の、絶状化が並ばない。なんか読めない。難しいな。花ってなんか難しい読み方するな。花を折ろうとすると、トゲが刺さって驚くことから、驚き、呆れるを意味する古語、アザムが、語源になったという説がある。読み方難しいね、花って。アザミの花言葉、独立、報復、幻覚、触れないで。世の会いらっしゃい。Don't touch me! Don't touch me, fire, flower, snow drop. 彼岸花科、ガランサス族。スノードロップ族、松雪草族の、総称。ロコいらっしゃい。花は白で3枚ずつの長い、外花比と短い内花比を持つ、六弁花。いくつかの種では、内花比に、緑色の斑点がある。夜になると花を閉じ、昼間吸収した暖かい空気を保管する。周囲のにマサエビにユッチいらっしゃい。ゆっくりしてってね、初見さんも常連さんも。言い伝えのある地層では、死者がまとう死に、死に装束を連想させると花として、嫌われ、家の中に持ち込むと不幸が起こると言われている。これらのことから人への贈り物にすると死を希望することとなり、あなたの死を望みますという意味に取られることがあるので注意が必要である。恐ろしい花ですね。スノードロップの花言葉、あなたの死を望みます、希望、慰め。すごいよな、あなたの死を望みますとか。嫌がらせのレベルじゃねえぞ。コスモス。英語、コスモス。キクカ、コスモス族、総称、秋桜とも言う。秋に桃色、白、赤などの花を咲かせる。花は本来、一重咲きだが、絶情花が丸まったものや、八重咲きなどの品種が作り出されている。ちょっとね、読み方間違ってたらごめんね。漢字読めないです。おぼみの虫いらっしゃい。コスモス全般の花言葉、乙女の真心、調和、謙虚。乙女の真心。なんかいやらしいですね。そうかな。言っててちょっとおかしいと思ったんだけど、そうかな。別にいやらしくはないな。
なんでや、なんでなんや、どこにいやらしさが、あ、なんか光ってる。101号室の鍵ゲットした。やった、進展あったっす。101号室の鍵、ここどこだっけ、こっち側か。じゃあコスモスも聞くからしいよ。お聞く、お聞く。101号室なんかいるっす。でもこれレッドコンタクト取れる。おい、お前マーキーの明美なのか。語らず、俺じゃダメか、やっぱりか。でもかやちゃんの力を俺は生かしたいよ。生かしてから交代したいよ。かや、ジャンプ、高いところにジャンプだ。もしくはベッドの下を潜り込むんだ。猫のように、子猫のように。ダメか。はい、じゃあ連れてきます。雪連れてきます。かやはね、身長が153センチということからね、小柄な体を生かし高いところに登ったり狭いところに入れたりするんだ。するんだ。マーがいらっしゃい。じゃあユッキー連れてきますよ。ユッキー、ほら霊感が強いので同棲依頼もう全員に同棲依頼しようぜ。わあ、いいっすね。みんな見て、ほら女子でしょ全員ね。女子でいいじゃないか。もう何が不満なんだ、みんな女子でいいじゃないか全員。ゆりゆりじゃのうと思っておこう、みんなで。本当に華々しいじゃないですか。ここでもう女子でいいじゃないか。ひー、まだいる。ゆき頼む。くそ。おい、お前マキのあけみか。あけみ、あけみ、ああどうしてなの。お母さんか。マキのあけみじゃない。シューズが失敗したですって。うわー、このやぶ医者、人殺し。お母さんか、お父さんか。お、やべえぞ、引き上げよう。おおおお、追いかけられることはない。入る。ジルイマはまだダメだ。わかった、ダメなんかい。いいじゃないか、魚でしようぜ。激凛に触れていこうぜ。お母さんのどうすればいいんだ。巡回どころじゃなくなっちゃったよ。どうすればいいんだ。遺体の損傷、じゃちょっとあれだな、昨夜とに同棲依頼をして、あれか、いろんなヒントを聞きながら行く感じかな。記録と、またどこかで変化起きてるんでしょう。鍵とかあるのかな。お、行っていいんすか、いいんすか。やっぱりお前でも無理だよな。行けるの。ジル、あいつ何か持ってないか。よくは見えないが光る何かを。ほら、合ってた。あれはなんだ、ペンダント。ジル、それ以上近づくのは危険だ。近寄る。頼む、俺たちの話を聞いてくれ。お前のことを助けたいと思ってるよ。え、ジル、やめろ。わっしょい。あー、頭がねえ。うわー、ゲームオーバー。死んだのかい、死んだのかい。だと思ったかな。だと思いました。行ってくる。これ昨夜じゃなくても誰でも起こるイベントなのかな。まあ近づくなと、ちゃんと昨夜の言うこと聞いときましょう。多分あのメンバーの中で一番頭がいいからね、昨夜は。おそらくだが、やめると。ほらで近づくと。ん、やっぱりお前でも無理だよ。あ、また同じイベントか。ペンダント持ってるっていうのを確認できたからいいのか。これはやめとくと。ペンダントだからあれだよね、牧野明美ちゃんのご両親だよね。ご両親もしくは血縁関係にあるおじいちゃんおばあちゃんとか、そういうことだよね。死を一番悲しんでる人たちだもんね。戻ればいいかな。どっかに光ってるものとかないですか。診察室、なぜか開いている。マジか。あ、白猫の公式情報ね。よし、このゲーム終わったらみんなで語り合いましょう。お、何か押し込められたような紙が丸まっている。これは何かの記事がいくつか切り抜かれている。少女は医療ミスによる死亡か、真相は闇の中に。メディアの中では病院側が隠蔽している事実と同時に彼女の遺体から不自然な死を遂げていることが判明している。また娘の母親が後追い自殺を行ったとの情報も飛び交う。やっぱお母さんか、さっきの。
家庭の中を歩く少女の父親については詳しく分かっていない。うちの病院じゃやっぱり牧野明美は医療ミスで死んだと思われてる。そのミスをお偉いさん方は俺たちに押し付けたってやつだな。他の医師たちのおかげで誤解は解けたんだっけ。ジル、ここの本だな。ん？あ、なんか違和感感じないか。一冊だけ不自然に抜き取られてるな。え、あ、そうだな。違和感ってそれか。何か本あったかな。本？どっかに本が、あ、なんか乗れる。乗れるぞ、これ。乗れる、乗れるベッド。普通だな。何か本あったかな。どっかの本が、また読んじゃった。本を取ってくればいいのか？ん？何か本あったかな？花の本かな？花の本を持ってくればいいのかな？図鑑かな？今まで読んだ本って図鑑ぐらいしかないよね。待って。図鑑って、いや、カルテだな、これは。ちょっと図鑑取ってこれるかな？行ってきまーす。ここだ、ここだ。戻る。あれ、違うの？これ持っていくんじゃなく？持っていくみたいな。持っていくんじゃないのか。え？何か本あったかな？カルテならあるんだけど、カルテは本じゃないですよね。2月か。確かお前の誕生日は2月14日だったな。世間じゃ女子が頑張る日だけどな。ほら、やっぱり女子力高いもん、みんな。ここの男性陣全員女子力高いんすよ。どこじゃ変更。ユキ連れて行こうか。ユキは、霊感強いから、あれか、どうにか交渉して、ペンダントを、もぎ取ってくれないかな。あ、今はまだ無理だ。今はまだダメっていう。今はまだダメっていう。探索不足なのか。一応全キャラにチェンジして、ほぼ全箇所調べてる気がするんだけど。何かあるけど、俺、ここなの？ここに、わあ、よいしょ。取れた？ふふん、まあな。ほら、米さんがありがとう。怒らなくなったな。これはなんだ？赤い表紙の本。中身は見れるのか？いや、開かない。開かない？塗り付けでもされたんじゃないの？母、まさか。赤い本を手に入れた。赤チンマンいらっしゃい。で、この本を、ここにしまえばいいのか？ここにあった本かな？戻してみよう。赤い本を本棚に戻した。ん？なんだ？あ、記憶が蘇る。海いらっしゃい。娘さんは危険な状態です。なら手術を全力は尽くすつもりです。つもりじゃなくて、牧野めぐみさん、あなたがしっかりしないと。お母さんか、めぐみさん。わかってます。あの子は私の宝なのです。失いたくない。分かっていますよ。大事にされているのですね。ところで、失礼ですが、旦那さんは？あの人は来ません。なぜ、お仕事ですか？違うんです。何？そんなんじゃ。ない。何？今のは、すでに亡くなってるとかかな？牧野明美。いや、その母親か。牧野めぐみさんだもんね。これでちょっとイベント進むかな。よ。あいつは牧野明美じゃない。もしかしたら母親かもしれない。牧野めぐみ、さっき聞いた名前。試してみる価値はあるってか。悪いな、ユキ。パフェ忘れるなよ。約束する。よし、ユキに変えまーす。同棲しようぜ。オッケー。謎は深まりばかりでるにゃにゃー。噛んだにゃん。噛んだにゃん。よ。ジル、自我を失っている者には、一番親しみのある言葉を聞かせるといい。なるほど。なるほどね。記録すると。なぜ詳しいんだ、幽霊に対して。霊感ないんでしょ？昨夜は。で、こっちか。んで、ここで、ここ、んーやす。ここじゃないとこのここで、コメさんかありがとう。おらよ。また来たわね、人殺し。話を聞いてくれ。うるさい。ははちょ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 い。雪、